今回のクスノキ125は、今後125年で創出したい調和した地球社会のビジョンを自ら描いて、その実現に向けた研究に挑戦していくという企画でした。なのでこの125年というタイムスパンを考えてみます。125年前、日本は日清戦争に勝利した頃でした。人間はその後世界大戦を繰り返し、化石燃料や環境資源を大量に消費しながら経済を発展させ、人口を爆発させてきました。過去の125年というのは経済開発によって徹底的に地球環境をいじめ抜いてきた、そういう歴史になると思います。では次の125年で何をすべきなのか。それはごく最近人間が気づき始めた環境保全と経済開発を調和させていくということだと思います。例えば住民参加型保全であるとか、低炭素社会であるとか、持続的な開発といった言葉が出てきたのはごく最近です。こうした新しいアイデアを実現させていく以外には、次の125年というのは地球の存続はありえないと思っています。僕が大学院の頃から研究しているのは、アフリカ大陸の東のインド洋に浮かぶマダガスカル島です。この島国は生物多様性ホットスポットであり、1人当たりの GDP が192カ国中186位といういわゆる最貧国にあたります。この国はつまり守るべき自然環境と発展するべき地域の社会があるということになります。しかしながらこの国のでは直近の60年で約半分の原生林が消失しており、さらに残りの半分はあと80年で全て消失すると言われています。現地を見ていると、森林がなくなることで森林資源が枯渇し、周辺の水田には土砂が流れて農業が立ち行かなくなっているということが深刻になっています。そこで今回の研究は、地域の人々と共に森の恵み、すなわち生態系サービスを評価し、それらを守りながら地域開発に生かす生態系をデザインしていくことを目標に定めました。子どもの時に見た動物ドキュメンタリー番組がきっかけになっています。マダガスカル島には原始から姿を変えていない霊長類が今も暮らしているという紹介にワクワクしたのを覚えています。で、大学院1年目に夢が叶ってマダガスカル島の森に入ったのですが、研究対象とした茶色キツネザルはすばしっこくて、なかなか追いつけませんでした。上から降ってくる糞をキャンプサイトに持ち帰って水で洗うと、多様な植物の種子がゴロゴロと出てきました。試しにその種子を地面に植えてみると、すぐに発芽しました。これはいわゆる動物種子散布といわれる現象です。その後今日までキツネザルの動物種子散布の機能について研究をしています。さらに今回の森の恵みというテーマにたどり着いたのは、マダガスカルのお土産屋さんがきっかけでした。マダガスカルの植物を使った石鹸やアロマオイルが店頭に並んでいて、その中に茶色キツネザルが種をまくことで木々が育っていく植物の名前を見つけました。キツネザルは密猟によって死ぬと人々にとっては数百円の肉になるんですが、このお土産屋さんでは生きているキツネザルは植物を育みながら人々により価値のある恵みを与えているということに気づかされました。ここから密猟や乱獲、森林破壊によって真の価値を見出されないままに失われていく自然の恵みを研究によってより高く評価し、それをみんなで活用したいというふうに思うようになりました。研究内容を一言で表すと、自然環境と人間社会をプラスの因果関係で結びつけるということになります。現地では焼き畑や木炭生産のための森林破壊、そして動植物の密猟や乱獲のせいで森林や生物多様性が失われていると報告されています。
こうした活動の背景には、干ばつや食料問題、不安定な雇用と収入、強硬な保全政策、不十分な経済支援などあらゆる問題のせいで非持続的な活動をせざるを得ない状況があるというふうに多くの研究で明らかになってきました。問題究明のためにはこうしたマイナスの因果関係を調べる研究も大事ですが、本研究ではプラスの因果関係を見出したいと思っています。例えば森のおかげで米が作れる、キツネザルのおかげで森林資源が取れるといったような、何々のせいでではなくて何々のおかげでという環境と社会が恩恵で結びつけるような関係性を見出せることができれば、おのずと住民に森林保全の主体性が生まれていくと思っています。自然の恵みを研究者と住民で共有できていれば、保全と開発を調和させる社会や生態系を住民と共同でデザインしていくということも可能になっていくと思っています。保全と開発を調和させる生態系サービスに着目し、その基礎を知り、応用して作り、そして実践で生かすということを考えています。研究のスタイルとしては基礎から応用、そして実践研究へと移行することを計画しています。森林生態系をデザインしてから成熟するまでには時間が必要で、僕の引退までには全てを成し遂げることはできません。次世代の研究者の育成が必ず必要になってきます。さらには動植物の生態学、森林科学、人類学、農学、環境社会学、そして経営学といった多様な分野の統合も必要になってきます。現在は京都大学とマダガスカルのアンタネボ大学で共同となって調査隊を結成し、次世代のリクルートと育成に努めています。調査地の現場では多様な分野の研究者が集まるだけでなく、地域住民も合流して共同でプロジェクトを進めています。我々の挑戦に興味がある方はぜひ研究室にお越しください。